笑顔パワー夜間とアイドルお届けしてきました宮沢さんとのやりとりも今日で最後となります。はい、どうですか念願の夜間とアイドル出てみての感想は。とっても嬉しかったです。はい、感想としてはたくさん大人が結構いるんですけども皆さんの反応がちょっとよくわからなくてちょっと困ったなとか思ったりもしたりもしたりしたけど宮沢優です、これが宮沢優ですという自己紹介は簡単にできたのではないかと感じております。どうですか逆に。はい宮沢さんだなというところで、はい、まだまだ不思議な魅力がたくさんあるんだなと思いました。ありがとうございます。ふっかさんちょっと不思議な人が多いグループなので、はい、ね、ちょっとこの後も楽しみに宮沢さんを応援していけたらなと思っております。さあそんな感じでですね、はい、宮沢さんからお知らせを紹介してください。どうぞ。うっかはコンセプトシングルヤミーを発売中です。皆さんぜひお手に取っていただけたら嬉しいなと思います。そしてうっかは12月8日 WWWX、 そして1月12日にはトゥースピットでワンマンライブがあります。皆さんぜひ遊びに来てください。よろしくお願いします。はい、ワンマンライブは、まあ、まだまだちょっと動き出してはないとは思いますけれども、うん、まあ、どんな感じにしたいとかここをなんかイベントとかやる上で、まあ、ライブとかこれからうっかさんのライブ見に行く上で、はい、まあ、宮沢さんを見てもらうときに注目してほしい点とかありますか。多分これこの夜間タイトルに出ている宮沢優しか見てない人はちょっと多分驚いちゃう。私のワンマン歌ったり踊ってる姿を見てしまうと驚いちゃう。腰をね抜かしちゃうぐらい驚いちゃうぐらい多分別人になってると思いますので、その別人の多重人格だよって思わせるぐらいとてもガラッと変わる宮沢優を見せられたらいいなと思うので、それを見にぜひ遊びに来ていただけたら嬉しいなと思います。はい、はい、ね、結構その夜間とアイドルでおきっかけでイベントに来るようになるっていう人もたまーにいますんでね。お、ぜひぜひ、はい、ぜひぜひお楽しみにしていただければと思います。それとあとはね、はい、11月22日23日にスターダストザパーティーは、うっかさんも出演してございます。はい、で、宮沢さんには、裏側で何かを取ってきてもらうという企画が勝手に始まりますので、嬉しい、これを見ている、タレントの皆さんもぜひぜひ宮沢さんを見かけたら夜間だと思っていただければと思いますしお客さんも楽しみにしておいていただければなと、はい、思います。なんか公約でもしときます。公約約束しときます。お約束22とか23のスターダストパーティーでこの人とこうするとか、夜間とアイドルを使って誰かにインタビュー絶対するんだとか、はい、一緒に考えましょう。待ってください、何がいいと思いますか。なんだろう、じゃあわかりました、いきます。アメフラッシュさんのゆずきちゃんとはなちゃんと一緒にジャンプします。は？お約束です。わかりました、一緒に考えますかって言って全て一人で決められたということで、ここでもうねお別れでございます。うん、では最後にやかんくんから元気が出るお茶をプレゼントしたいと思います。イエーイ。本日はオーガニックハーブティーのハニーブッシュ&レモンということで、ぜひぜひ飲んでいただければと思います。はい、乾杯、いただきます。お、熱いですがとても美味しゅうございます。はい、喜んでもらえてよかったです。では最後カメラに向かって可愛く締めの一言をお願いします。イエイさようなら。さようなら。この番組はひろふみさん、かわっちさん、ラビンカップさん、福林さん、日清さんの提供でお送りしました。皆さんありがとうございました。バイバーイ。